オールドファイターズファンの皆さん、毎度帝国デストロンです。えー、皆さん <laughs>、えー、僕のチャンネルたまに見てくれてる方もしてる <laughs>、えー。普段は、えー、ガングレビュアのチャンネルなんです、基本的にね。えー、で今日だけはですね、すいません、それだいぶ離れて、えー、ちょっとね、昔の、えー、日本ハンファイターズはちょっと懐かしいもん。 動画にによよっってて作りになってるんですよまあ今日はもう単に俺というおっさんの、えー、が懐かしい思い出にしたる本当にね誰が興味あんねんという動画になってしまうと思うのでまた興味ない方は別にみんなで聞かなくて結構ですよ本当にえー、っとですねで今日の動画の集約は何がと言ったらこいつなんですよ まあ、プロ野球ファンとかね、ファイターズファンだけじゃなくて、プロ野球ファンならなんとなく分かります。ファイティ君ですね。もう、あれですよね、昔の、今、b b ー,ー,ーズっていうね、北海道日本ファイターズのマスコットいるけど、これ、昔の、えっと、マスコットなんですよ。でね、えー、僕のマスコットすごく好きで、懐かしくて、 だけで考えてみたらねえっ、ー、とグッズ何も持ってなかったんでもうこの前はね友達がくれたんでねもうめっちゃもう本当に涙が出るぐらい嬉しかったんですよもうちっちゃいんですけどねもういいんだなこのはっきり言ってねえっ、ー、とまあいわゆる恐竜の翼竜東ウ恐竜の,あのプテナロドンとかねイメージしたような感じなんですね そうそうでも,でもちゃ、ちゃんとさ、都心大の、えー、ファイティコンの写真見せた方がいいね。はい、このタブレットで、ちょっと見せて申し訳ないけど、ファイティコンこのままなんだよね。背番号100ね。ね。そう,そう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 。まあ、これね、顔が。もう可愛くたまんないな、昔。うちの嫁ね、な,な何あの不細工なマスコットっていつも見てたんだけど。<laughs> まあ、あんまり人気なかったけどね、僕本当に好きだったんでね。で、 当時な、すごいあった変わった靴でね、こんなやつだったんですよ、帽子、ファイターズの帽子の上に、ファイティングファンが乗っかってるんでねで、スタジアムでは隣にね、もう、ファイターズファンの女性2人はね、これかぶってたんで、欲しい,欲しいなって、本当に思ってたけどな、えー、いかんせん、俺はもうもう、外人で、まあまあ、西洋人で頭はでかくて、日本で買ってる帽子、とにかくかぶれないので、買っても意味がないんですよ、買わなかったんですが。 えーっとねはいこの、まあ、今日僕ここに見せてるものに戻りましょうこれ <laughs> 本当に今日も完全に放心状態なんでねこのファイティ君ね僕昔ねファンクラブに入ってたので当時のねファンクラブの,あのカードにはもうこのちゃんとねこのファイティ君が載ってるんですよいやかわいいなあちなみにねこれが、えー、僕はね 加藤選手一番好きな選手だったんですけれども、でも、まあ、あのミスターファイターズのね、田中幸雄も好きだったし、この当時のプロ野球カードで、これも財布の中に入れてました、懐かしいねで。当時のね、日本ファイターズの、まあ、あの本当、日本一不人気球団だったからね、えー、で、えー、それでね、それによって、ファンクラブに入ってくれる人、あの入ってくれる人にとっては、すごい、めっちゃくちゃ。 いいもてなし受けてたんですよ、なで見てください、この正式ユニフォーム、レプリカ、もう、もう田中幸雄と、あこれあとで、小笠原選手のに入れたやつなんですけれども、えー、っとね、これ、オリジナルのレプリカがもらえちゃうんですよ、すごいでしょ、今、なかなかこんなレプリカもらえるのはなかなかないんです昔めっちゃ太っ腹だったんですよ、あの、えー、ファンクラブはですね。 で、えー、っとですね、なんで、まあ、ちょっとね、話しよう。なんで外人の俺が、えー、ファイターズファンになった、えー、かといったら、まあ理由は簡単で、僕もともとね、ヨーロッパ出身なんですよ。んーヨーロッパ出身で、えー、1997年から、まあ、日本に住み,住み着いたんですね。まあ、だから日本に住み着いてもかなり長い、めちゃくちゃ長い年月を経ってるんですけど、96年の時は2ヶ月だけ、 もう東京に、えー、住んでたんですね。で、その時は、もうちょうどペナント、僕はね、まあ、ヨーロッパ出身であまりそんなに人気がめちゃくちゃね、えー、ある、あの野球に人気ある地域ではないんだけれども、でも僕が昔から日本のアニメ見てね、野球卿の歌とかね、あれ見て、ちょっと野球好きになったんでね。で、えー、向こうにいると、日本のプロ野球、当時インターネットそんなに発達してないし、そんなにだって調べる。 よしがないんだけれども唯一のやり方としては USA TODAY というアメリカの新聞があってそれ買うと中にスポーツ欄がありますでスポーツ欄の下にちっちゃくにね日本のプロ野球リーグの順位だけは書いてあるんですよで当時はあのそれだけ見てね分かってたのがもうずっと日本ハームというチームがパーリーグ1位なのに、まあ、最後はねオリックスというチームに逆転されて1996年ね まず2位に終わったね。で、えー、僕がまあ日本に来てちょうど9月ぐらい、10月の頭だったかな。えー、と日本ハムが東京ドーム、当時本拠地だった東京ドームでやったホーム最終戦、確かに近鉄戦だったと思う。今なき近鉄戦だったね。2位に終わったチームだし、カーデできなかったけど、まあ頑張ったんだ。ちょっとね、時間がある、見に行こうって、外の。 えっと人が集まってるからなと思って、もう東京ドーム、ガラガラなんですよ、人、ほんまにいてない。でね、最後に、チームが1周するじゃないですか、もうファンにありがとう、応援してくれて、もう1周する選手たちが、もう選手たちに手を振ってるファンよりは選手の方が数が多いんだよ、ぐらい、本当に人がいてなかったんだよ、東京ドーム。いや、これかわいそうやなと。 もうそれち,ょち,ょっとちょっとだけごめんなさい、道場が入って、僕も応援してなあかんなと思って、ねで。当時の試合見てね、もほんま片岡選手、めっちゃ僕はね、もう好きやったし、もう田中幸雄、当時はねショートやりながら、ね、僕、バンバン打ってるし、A、えー、チームやったけど、でもなんといっても、入ったところがそこからちょっと道場が入って、開いたんですけれども、もうめっちゃのめり込んで、でまあ、僕のなりからも分かるように、ずっと関西暮らしなんですよ。 で,、えー、でそうしたら、例えばね、京セラドームとか、今でキ京セラドーム、当時、大阪ドームできたばっかりの頃だったんだけれども、近鉄隊日本ハム見に行くと、えー、<laughs> あのあれですよ、日本ハムの応援団が、まあ、チーム応援してくれる変な外人いるんでね、毎回、ただで入場券くれてたんです。 昔、ほんまにね、もう新聞見ると、えー、観客3万人って2万五千人って平気でいかくけど、うすすけーって、本当にね、もうライ,フライトスタンド、レフトスタンドしか人は入ってないんですよ。もう、ここに本当に人が入ってない。もうガラガラの大阪ドームだったんだけど、まあ、ほと,ほとんど応援団しかない。僕 <laughs> ね、藤寺救助のもう最後の1年を見たんですよ。そこら、ね、もう近鉄対日本ハムで。で、日本ハムの三塁側が、 本当に僕とうる,うるさいちょっと太ったおばはんとその子供3人だけだったんですよ。本当のボロボロのあの富士寺球場で本当に人がいなくて。で、うちらがボコボコにされてめちゃくちゃ負けた、ま、負け試合だったのに、えー、っとね、片岡ファン選手が好きだったからね、片岡選手が引き上げるときにね、僕すごいでかい、でかい子でね、もう片岡さんってめっちゃ叫んだんですよ。 俺もう,もう顔いかつい外人やし、人がいないし、絶対目立つはずなんだけど、もう完全に無視だったんですね。いや思った片岡選手、大してもうハートの強さやね。もう負けとるし、もう本当に、しかもわからん外人にもう名前が叫ばれるし、普段やったら何起きてんの、起きてんねんってなってもおかしくないけど、クールな、そのまんまでもうベンチにしたかったんだね。やっぱすごい、心臓強い選手やなと思ったんですよ。えー、で、 あそうそうそう、もうこれどうどう。もう、本当にね。えー、っと、もう持ってたグッズはだ、ね、これが出てきたんですよ。これ何かと言ったら、ハチ <laughs> これハチマキですよ。このファイターズって書いてあるやつ、いいな僕、これめちゃくちゃ捨てただけ、今めっちゃ滲んでるんだよ。汗で。でね、帽子はもう持ってたんだけど、一貫性のはね、頭でかいから。帽子がちょこんって。 頭に乗るしかないんでできないから、だからまあ、鉢巻きを代わりに締めてたんですね。で、この、懐かしいね、リストバンド、ファイターズ3番、ちょっとロゴが微妙に違う、あの、微妙に文字の、えね、スタイルが違うんですけど。これね、確かに当時ね、うちら、不人気球団だったんだけど、えー、1997年から、清原が巨人に入ったんですよね。 でその代わりに強靭にいた落合選手がうちらに移ったんですよ。で、2年やっても引退したんだけどもね。で、まあ、人気選手としてはね、もう落合ぐらいしかっていう感じなグッズを作れるのはっていう感じだったんでいい、一般受けする選手ね。だから確かにこれは落合選手の背番号たと思も3番はね、もうこのグッズ手に入る、もうこれしかなかったんですよ。 まあでもね当時のファイターズは、ね、今関がいて、もうグロスがいて、西崎がいて、96年にね本当に強かったんですよで。僕にとって一番思い出あるのは、もうこの98年なんですよ。ビッグバンダ戦の時はめっちゃ応援してたな。めちゃくちゃ応援しとったわ。もうだけどね、俺、スタジアムに足運ぶと負けちゃうんだよね。もうこの当きの本当にね、 えー、ドールスターゲームまで行って、ドールスターゲーム終わって、あとまだ2勝、3勝ぐらいあって、2位の西武、12.5ゲーム差つけたんですよ。で、神戸に移って、グリーンスタージアムで、もう本当にね、オリックスにもうもう3連敗しやがったね、これ、全部もう <laughs>、まあ、見ちゃったんですけど、えー、当時のイチロー選手が憎くて憎くて仕方がなかったんですよ。むかつく、こいつに絶対打たれるという感じだよね。 で、えー、まあ、その当時に始まった、えーっと、うちのジンクさん、うちの4名ね、お前、ミニコから負けるでしょ、お前、本当、野球病神だから、ファイターズ応援するんだったら、が救助行くなって言ったんだけど、<laughs> まあまあ、えー、確かに北海道に移ってから、5回、パ・リーグ優勝で2回、日本一なんでね、俺北海道1回も見に行ったことないから。 まあそれお金かかるんでね、うちの読み正しかったかもしれませんけれども、まああの、その時代をもし知ってるんで、まあなんていうの、まあ弱くてでも、でも、でもあの時の選手はね、90だって8年がね、西浦選手、もう活躍したその年だけなんですけど、セテバンゴ66、えー、デジキンパワープロ野球の任天堂 t e 6 4で A だったんでね、彼と、えー、っとね、田中幸雄と、 ウィルソンかブルックスのどっちか A だったんでね。同じチームでパワー A が3つだったけ結構ね。めちゃくちゃ強かったな、あの頃のパワープロの日本 <laughs> ハムが。えーと、何の話やったっけあーごめんごめん、これの初回でした。<laughs> 最低くこれの初回でした。<laughs> あーそうそう、それでね、僕もこの前も思い出しちゃったけど、すごくね、今もったいないのが、 これがね、やっと入手できたんだけど、まあ、どっかでね、誰かもうちょっと大きめのフィギュアでも作ってくれたらもう絶対顔は、まあ、あのフィギュア買うのはおそらく俺だけなんでね、まあ、俺とあとね、同じファイターズファンではロタファさんぐらいかもしれないけど、買うのが。えー、まあ実際出してほしい。で、えー、思い出しちゃったのは、思い出しちゃったけど、忘れちゃったんだな、もう完全に、ごめんなさい、ボケ出してる。あ、そうそうそう、当時のね、これは、 あのプロ野球は12球団だったんですけれどもなんかね顔の表情が変わるえー、っとね2等身の、ま、野球選手の人形作ってたんですねもうなんか怒ってる顔と泣いてる顔と喜んでる顔のやつで顔をこうやって回すことができる、えー、あれーと一緒なんですね、えーっと えとアニメイテッドシリーズのブリッツ・ウィングと同じなんです。な,なんちゅう比べもあんだけど、まあそれ。もで、あれは持ってたんです。よくあの,あのキャラクターがね、えー、とねプロあの、プロ野球ニュースによく使われてたんですよ。えちょっともももあのタブレットで見せた方が早い。 あそうそうこれ,これ残念ながら今ニコキライオンそのやつしかないけどええー、えねこんな感じですあれファイター様持ってたけどあれ行方不明なんだなちょ残念ながらまあでもこれはゲットできただけでほんまに幸せ、えー、ちなみにこのチャンネルはね僕いつもの掛け声ね毎度帝国でストロンですまあまあみんなもうファイター様だったらみんな分かってるんです と思うけど、岩本ストーもガンチャンはね、背番号18、<laughs> こちらの、ね、エースね、えー、昔のエースの、えー、いわゆるね、ヒロインタビューのスタンドに乗ってる時に、いつもマイドーっていう、えーまあ、リアクション、からいつもやってたから、それ完全にパクっております。<laughs> それだけのことです <laughs>。えっとね、まあ、でも本当にこれはいい。この恐竜っぽい、恐竜は、ね、僕、すごく抑留く。 えー、プテナルドンってめっちゃ好きなんですよ実言うとだからほらトランスフォーマーってダイノボットっているでしょで僕がポリシーとしてチャンネルの名前のりもうサイバトロン絶対買わないデストロンしか集めないって僕もう固く決めてるんだけれども恐竜が好きなんでダイノボットだけ実は好きなんですよねもうで子供の頃はねダイアクロンのダイノボット持ってたんですねまだ あれがノロゴ入ってなかったサイバートロンのロゴ入ってないそれ以前のもんなんでねでもスープだけがあの横領のやつだけは僕はね買ってもらえなかったんですよだからあれがねすごく実物好きで何回もう欲しいなと思ってもでもポリシー的にはサイバートロン買っちゃいけないからもうずっとうんん惹かれるのは惹かれますけどえー、でもいいですねこのファイティ君がもう絶対誰か アクションフィギュア作ってくれ。<laughs> まあ今日はね、もう完全に、もう全くの取り留めのない、えファイターズ好きなおっさんの話なんですよ。まあまた、え次回はもうちょっとまともなガングレビューやりますから、え映画がいつものね、その時までお会いしましょう。それでは、天国レストランでした。 進め、ファイターズ、ソーリのとこ。進め、ファイターズ、爽やかに。